サンドマンはアメリカ合衆国のプロレスラー。ユタ州、サンディ出身。シンガポールケインとカンビールをトレードマークにハードコアファイターとしてイカップリングウィズの前世紀を支えた。1991年、フィラデルフィアの TWA にてプロレスラーとしてデビュー。翌1992年にイカップリングウィズに参戦し、サーファーのギミックを演じた後、 シンガポールケインを手にタバコを加え、客席から姿を表す不良キャラクターのサンドマンとして大ブレイク。観客から缶ビールを受け取り、自らの額に打ち付けた後に一気飲みするパフォーマンスは、イカップリングウィズにおける最もポピュラーな入場シーンの一つであり、ファンとレスラーが一体となった同団体のコンセプトを象徴していた。百九十二年十一月から、 イカップリングウィズ・オーザを通算5回保持し、トミードリーマーやレイベントの構想で大人気を博す。女性マネージャーとしてウーマンを従えていた時期もあった。日本へは1995年3月、第3次 WING に初来日。来日直前にイカップリングウィズ・オーザを失っていたが、なぜかチャンピオンベルトを持参。その点を尋ねられると知らないと答えた。 1997年12月には FMW に参戦し、テリー・ファンクババレー・ダットリーとサンウェイマッチを行った。1999年初頭にリカップリング・ウィズを離れ、WCW にハードコア・ハックのリングネームで登場するが、放送コードの関係からトレードマークとも言えるビールと、タバコを禁止され、ハードコアマッチにも様々な規制がかけられたためすぐに離脱。 フルスのイカップリングウィズに戻った。2001年のイカップリングウィズ崩壊後は、WWF には合流せず、インディー団体を転戦。2002年に、ティエネが設立されると一時期は、同団体を主戦場とし、ハードコア戦線で活躍。ティエネ離脱後は、インディー団体に上がりつつ、ニュージャージー州に場を開いた。2005年6月10日には元イカップリングウィズの、 シェーン・ダグラス主催のハードコアホームカミングに出場。2日後の6月12日には WWE が開催したイカップリング・ウィズ・ワン・ナイト・スタンドにも登場。メインイベントでトミードリーマーと組み、ダッドリー・ボーイズと対戦した。同年は日本で行われたサブルーのチャリティー工業にも参加。10月にはゼロ・イチ・マックスに来日し、 田中正人とハードコアマッチを行っている。以降は、WWE と契約し、参加の新生イカップリングウィズブランドに所属。イカップリングウィズオリジナルズの一人として、トミードリーマーとのタッグなどで活躍した。しかし、権利上の問題から、代名詞の一つであるメタリカのエンターサンドマンを入場曲に使用できなかった。2006年にはツアーでの来日も実現。 その後 RAW に移籍するも、ハードコア色の弱い同ブランドでは活躍できず2007年9月に解雇された。WWE 対談後は、岩ミッドサウスなど、インディ団体に参戦していたが、2008年10月、自身のマイスペースの中で引退を表明した。その後、時多摩各地のインディ団体には参戦している。また、2008年8月には、息子のタイラーが、 インディー団体でデビューした。タイラーは1996年頃、ストーリーラインでカップリングウィズにも登場し、レーベンと構想していた父親を裏切ってレーベン側についたことがある。ありがとうございます。